はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回ですね、試験の緊張を制する方法。試験とかって普通緊張しますよね。その入試とかそういう大きな試験だったらなおさら緊張するんですよ。で、多くの方はその緊張をどうにか取っ払いたいというふうに思ってるんですね。ただその緊張に対する向き合い方をちょっと変えるだけで、そのね、むしろ緊張があることによってパフォーマンスもね、大きく跳ね上がっていくので、今回の動画で緊張との向き合い方、どうやって制していけばいいのかっていうのを学んでもらえたらいいなと思います。まずそもそも緊張をなくさなきゃいけないっていうふうに思ってる方多いですよね。でも結論から言うと、緊張ってめちゃくちゃプラスなんですよ。適度な緊張によってパフォーマンスというものは大きく跳ね上がるんですね。そもそも進化の過程で自分の体にとってマイナスなものっていうものは切り捨てられていくはずなので、あえて緊張する、そういう緊張状態になるっていうのは自分にとってそれは有益だから緊張するっていうことなんですね。だから自分の体を信じてあげてもいいのかなと思います。ということで、緊張っていうものは完全になくすべきではないんですね。てかそもそも緊張完全なくすのは無理なんですよ。ただ一方で、緊張っていうものはいいものだけれども、緊張が過度になってしまう、ありすぎると逆に良くないんですね。ということで、緊張が過度になってしまっている時に、緊張が適度な状態、一番ベストなパフォーマンスを尽くせる状態にまで落としてあげるということが一番重要なんです。じゃあどういう時に緊張というのが過剰になるかっていうと、多くの研究によると、自分がコントロールできないストレスっていうものが自分の中で一番大きくストレスを感じると、ストレス値を跳ね上がるということが分かってるんです。例えば電車内で音漏れしている時あるじゃないですか。その音漏れしてる音楽がどんなに自分の好きなアーティストの好きな曲だったとしても、それは不快に感じてしまうっていうのは、その音漏れに対して自分が何のコントロールもできないと、そのコントロールができないっていう事実に対して自分の脳がストレスを感じるっていうことなんですね。ということは、裏を返すと、その緊張っていうものをその自分の中でコントロールしてるんだっていう認識を持つっていうことが、すごくそのストレス値を下げるということのポイントなんですね。言い換えれば、緊張をうまく支配してあげるんです。じゃあその緊張を支配してあげる時のポイントっていうのはすごく簡単で、まず一つ目、緊張っていうものはいいものだっていうふうに思ってあげると。もうそれですね。先ほども言った通り、緊張によっていいホルモンが出てパフォーマンスが上がるというふうに分かってるんで、あ、緊張むしろウェルカムって思ってあげる。自分が受け入れ体制になることによって、その緊張っていうものを自分がコントロールして、あえて受け入れてるんだっていうふうに言い聞かせてあげるわけですね。そうすることによって、人間の脳っていうものは、あ、この緊張っていうものは自分から受け入れてるんだから、コントロール可能なものだっていうことで、しっかりとそれに対して余裕を持つというわけなんですね。あと二つ目として、自分の能力に期待しすぎないということなんですね。要はどうしても試験とかだと、一個の細かいミスとかすごく気になるじゃないですか。でもそんな一個のミスなんてもう自分ではどうしようもできないんですね。だってもうミスするのが普通なんだから、満点取らなきゃ受からない試験なんてありえないわけなんで、そういう一個一個のミスだったり、ちょっとしたことに対してもうそれはもうしょうがないものだって受け入れてあげるってことがすごく重要なんですね。要するに、人間って緊張を感じるのは、そういうふうに完璧にしなきゃ一個もミスれないっていう、自分の中の自分の能力以上のものを求めてしまうがゆえに、ほぼ実現不可能なことだけれどもやんなきゃいけないっていうことに対してすごく緊張がかかってしまうというわけなんですね。だからこそ、自分が本来出せる範囲のしっかりとした現実的なところを意識すると。満点は取らなくてよくて、合格点を取りに行けばいいんだ、だから1個ぐらいのミスは気にしなくていいっていうぐらいの気持ちで、あと周りの人よりも自分結構頑張ってきたから、みんな言うて頑張ってないんですよ、ほとんどの人は。だから自分はまあその中では頑張ってきた方だぞっていう風に言い聞かせることによって、その中での自分のパフォーマンスのちゃんと的確な部分を目指せばいいんですね。そうすれば受かるようになるんですよ。ということで、その自分がコントロールできる範囲の実力を出そうっていうふうに思うことによって、自分の脳もそれに対する緊張度っていうものがちゃんと、自分の手の出せる範囲の中でしか自分は緊張しないということで、適度な緊張量に抑えることができるわけなんです。あと、個人的な僕からのメッセージとしまして、そもそもどんなに大きな試験、入学試験もなんですけど、たかが試験なんですよね。もう本当に一つの試験でしかないと。むしろそれに対する自分の考え方っていうものが一番大きく左右するわけなんですよ。とはいえ、その試験の何が重要かって、自分がそれに向けて頑張ってこれたっていう経験なんですね。もうこの経験は一生の財産になるんですよ。だからこそ、その経験をしっかりと思い返してあげて、自分はこれまでこんなに頑張れたんだっていうことをしっかりと胸に刻んで、あとは今まで頑張ってきたものに緊張の力もちょっと借りるぞっていう思いで、緊張もね、自分の味方につけて楽しんで試験に臨んでもらえたらいいなと思います。
はい、ということで今回の動画ためになったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよというものをコメントに残してもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。